ぜひ動画を作ってアップしたいといいとううふうに思まはそれからまたもう一方お客さんがいらっしゃいましてあの岸田流星の「霊光像の回」をご覧になってなんとその霊光さんのお嬢さん、えー、画家の岸田夏子さんがまたお話ししたいことがあって<ー>怒られるのかなと思って。<laughs> 怒られるのかなぁと思って、あれして、で、あの、こちらから伺いますって言ったんですけど、やっぱりいえ、こちらから伺いますのでって言うから、ああ、怒られるのかなぁと思ってたら、怒られなかったんですよ。怒られずに、あの、よく、あの、紹介してくださいました。で、流星っていうのはね、随分誤解されてる部分もございますのよ、みたいなことで、 あの流星はねそんな年賀の年中感謝を起こしてたんじゃないとか<ー> <laughs>、ね、年賀の年中厳しいことばっかり言ってたわけじゃありませんのよみたいなもうあの流星話あ夏子さん自体は岸田流星亡くなってから生まれてらっしゃいますからあ<ー>あの直接ご存じないんですけどもお母様の玲子さんから聞いたお話とかね、えー、いろんなお話を、えー、もう2時間以上にわたって。<ー> お話ししていただきましたでその時に岸田敦子さんがねあのいや流星のことではいろいろみたいなお話の中でこの愛,愛知県美術館が持ってる岸田流星のこの絵があるんですよ。でこれあの斎藤頼像ってなってるんですよ。斎藤頼というまあ仲間の画家ですね。その人の肖像画ということになってるんですけども。 岸田夏子さん曰くこれは高村光太郎さんだと。えー、であのそうその高村光太郎さんを書いたというね記録もあるみたいなことをおっしゃっててで私,そ,私、ね、それを申し上げてるんですけれどもなかなか聞いてもらえないんですっておっしゃってたんであじゃあ今度生配信あったら生配信のところでみんなに聞いてみますよって約束したんで今日紹介したいと思うんですけどね。 こちら。まあ、斎藤よりというのは画家の方で、えー、ちょっと若い時の写真がね、探すの大変だった。この人なんですよ。なまあ、確かにこの人のようにも見えますわな。で、一方、高村光太郎はこうなんですよ。<ー>この人のようにも見えますわな。<ー>岸田夏子さんがおっしゃるには、 これは高村幸太郎像だとだけど現在は何かこの斎藤頼像ということになっているどうしてそういうことになったんでしょうねって言われていや私に聞かれてもって <laughs> 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 いうことであのもしご覧になっている方でねご専門の方とか何かご存知の方がいらっしゃったら、うん、え教えてくださいそしたら私も岸田奈津子さんにご報告できるということで。<laughs> <laughs> 夏子さんがお母様かから聞かれたえっとねそれもうよく覚えてないんだけどね<ー>よく覚えて夏子さんはとにかく高村光太郎で間違いないっておっしゃるんですよ。似てますよ、ね、<laughs> 似似てる。まあどちらにも似てるっちゃ似てるんだけど<ー>確かに高村光太郎で何の不思議もないんですよ。でもまあ藤とするからには 何かそれなりの理由があ,あったんだろうけどそれがどうして今これ斎藤頼郎ということになっているのかご存じの方があれば教えていただきたいということでございました、うん、はいそんな感じでもう最近お客さんがいや本当縁がつながります、ね、<laughs> はい多くてあの大変なことになって皆さん,ごんそんなねご覧頂い,いてるってことでうかつなことは言えないなっていう感じになってきてますけれども。<laughs> でも本当に皆さん、詳しい方が訂正していただいたり、追加の情報をいただいたり、はい、本当にありりがたく思っております。骨格からすると高村孝、ね、太郎に見えますとかね、<ー>皆さん、いろいろおっしゃってくださってて、あ,<ー>ありがとうございます、えー、輪郭は高村幸太郎さんのようですね、夏子さん、お喜びだと思いますそうでしょ、私、もしましてでしょって言、今、おっしゃって、本当にね、あの昔の山手のお嬢さんっていう<ー>。<laughs> ご本人も絵描かれててねあの桜の絵で有名な方なんですけどねはいえーそれが五郎丸ひ報告ということでよかったそのことだったらね先にやっちゃったよ。うん